富士の牛島駅は埼玉県かすか市牛島にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD11 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎は大宮方面ホーム側にあり、船橋方面ホームとは地下道により連絡している。2010年12月からエレベーター共用開始に伴いエレベーター専用湖線橋が地下道より、 船橋川に設置され、地下道と湖泉橋が併設される形となった。自動生産機は設置されておらず、改札出口付近に、紙幣専用の簡易型チャージ専用機が設置されている。下車時の生産及びチャージは、有人窓口にて行う。駅業務は、東部ステーションサービスに委託している。2009年3月23日より、発車メロディが導入された。南桜井。 バイゴマの各駅と同日に運用を開始。2020年度の1日平均乗降人員は5643人で、ある。近年の1日平均乗降人員の推移は、下記の通りである。牛島の富士2015年現在、当駅を発着する、バス路線はない。かつては春バスの昭和総合支障往副コースがあったが、2012年3月30日、限りで廃止された。 開業当時の駅名は、所在地の牛島だった。付近に特別天然記念物である牛島の富士があるため、現駅名に解消された。当駅名は、観光最寄り駅の意味合いを強調したものとされる。ありがとうございます。